はい、本日は、ロシア大使館前からね、あのメッセージを放ちに来ました。今日はね、プーチン大統領へ本日は署からメッセージを放つべくロシア大使館前に来ました。これ以上は犠牲者を出さないでください。インターネットの復旧によりロシア国内での情報の独占と支配はもうできません。もう独占政権の時代は終わりです。ここからは世界の国々と調和をとって協力し合って進む方向にシフトをチェンジする時が来ています。ウクライナがたとえ NATO になっても武力で支配するのではなく別の解決方法を考えてください。今すぐロシア軍をウクライナから撤退してください。これ以上犠牲者を出さないでください。争いは争いしか生みません。憎しみは憎しみしか生みません。大切な命を奪われ苦しみや悲しみから生まれるものが何か分かりますか。それがテロリストです。この負のサイクルは止めなきゃいけません。国と国の戦いはオリンピックで十分です。何のためのオリンピックですか。何のために日本や中国でオリンピックをやったんですか。今は世界の国々が団結をして環境問題に取り組み、また目に見えないウイルスとウイルス戦争に打ち勝つ時だと思います。最後にラッパーとしてもメッセージがあります。戦争はやめろ、争いはやめろ、ミサイルはやめろ、核兵器はやめろ。以上となります。